ごと一発始めます。今日はね、まかないの風景とかね、やれたらいいかなと思って、2家庭かな、あ、2家庭で、この話の最初か後かわかんないけど、まあ、ラブホテルの動画あったと思うんだけど、あれだけじゃね、ちょっと物足りないんじゃないかなと思って、でいつもまあほぼほぼとんかつ食べたり、日本そば食べたり、ラーメン食べたりとかあるんだけど、今日はすげえ暇 でそういう時どうするかっていう、まあ、悩んでもしょうがないから、そういう時はライバル店のどういう商品が売れてるのかっていうのをリサーチするっていう。それで俺は今日松屋のプーパッポンカレーっていうのを買ってきて、今からちょっと食べてみたいと思います。値段はね、ルーだけ買ってきたんでね、今日暇だったからご飯いっぱいあるからな、ルーだけ、あ、すごいパッポンしてるわこれ、卵がすげえわ、ほんとに。プーパッポンカレーっていうのはカニと卵の閉じたみたいな、合ってる？あ、プーとパッポンでカニ卵、そうだよね、はい、カニ卵カレーだな、うん、で俺たち2人タイ行ったことあるから、タイで何食うっつったら、まずはムーカタかプーパッポンカレーなんだ。ああ、カニエキス半端ないなこれ、うん、美味しいな、うん、だけど体感は出てないな、うん、うん、あ、体感はあえて消してんのかな、日本風にアレンジされてるな。だけど松屋のカレーっていうのは常日頃進化して復刻カレーとかやってるけど、うん、カレーの中で一番うまいかもしれないです、うん、まあこうやってね、ライバルの味を研究しながら自分の店を強くしていくっていうのは大事なことだから、これありだわ。うまいね。めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいね、これ。カニ感が半端ないの。パッポン感。マジかよ、これ。これちょっとやばいな。ライバルとしては強敵だな、これ。これみんな食い行っちゃうかもしんない。パンパンの向かいにあるからさ、松屋。まあ、プーパッポン。まあ、俺らタイ好きからしたら。プーパッポンとか言って超気になってたんだけど、いや、ありだなこれ。まあだけどな、この卵を閉じてるみたいな、だから俺たちは今閉じてないんだよ、閉じないカツ丼ってなったの。まあそこの違いをね、明日からみんなに見せられたらいいかなと思って。いや、うちのカツ丼もいいけどプーパッポンもいいな。あ、だけどうざいやつのコメント的に言ったら、あ、もうちょっと辛さ欲しいかなみたいな、うん、辛さはあんまり強くない。あ、だけどこれもうご飯すでにおかわりしたくなるね、はい、うん、いや、そういうね、松屋うまいねっていうのとかもねやっていくんで、これからもよろしくお願いします。じゃあまた明日。完全にラブホテルだなこれ。懐かしいなこれ。え、あ、205205。完全にラブホテルじゃないかよ。マジかよ。ラブホテルだね。ラブホテルだよこれ。マジか。なんでこんなのあんの？
俺これ着て寝るの今日。辛いよ、お前。寝ろよ、ほんとによ。なんで俺今日ラブホ泊まるんだよ、マジで。広いな。なんでこれマット、なんでマット、そんなプレイしねえよ。なんでマットだよ。やべえな。今夜はここで寝まーすみたいな。これだよね、問題は。エッチだな。完全にお前これラブホテルじゃねえかよ。だってなんか変なローションとか売ってんもん。ふざけんなよ。